皆さんこんにちは、淡池颯です。本日2024年、6月21日、朝の、日本時間で9時54分。この間、ドジャースの、選手の、まあ、ピッチャーの方が、制球なんで、ベンチに戻ってからこうグローブを叩きつけるというようなことが、まあ、あったと、まあ、テレビで放送されてるんですけども、まあ、相手がロッキーズで、負けた試合だと思うんですけども、今もそうなんですけども、今すごく眠たいんですね。そもそもこの間19日撮影行った時自体が、まあ、日本の方が日付1日早いですので、まあ、動画見てもらったら分かると思うんですけども、もう山の中とかをもう歩きっぱなしの状態なんですね。で、その日睡眠時間5時間ぐらいで出発してるんですよ。で、今日もあまり寝れてなくて、まあ6時間ぐらいで、で、その投げられてる日のその時間帯、まあ12時、日本時間で12時ぐらいで、そちらのまあ試合時間中だとは思うんですけども、もう眠たくて。で、まあまあ、12時手前かもしれませんけども、もう横になってた状態ですね。しんどくて。まあ、それは仕方のないことであって、その影響が、まあ、ピッチャーの方に影響が出ていると。まあ、状況として、正直なもう心情を言っておきますね。やっぱり自分の体のことも大事ですし、で、ゲーム差結構あるわけじゃないですか。で、本当はまあパドレスが地区優勝して、まあそのまま、まだワールドシリーズ優勝したことのないパドレスかマリナーズが優勝というような形が望ましいと。まあそういうような状況の中で、ちょっと待ってくださいね。今何かドアを叩く音が聞こえましたので。先ほどの、続きなんですけども、まあちょっと宅配が来ましたので、まあ姉からの、まあ相談事の、レターパックだったんですけども、まあまあ、この間投げられてたピッチャーの方が、その制球難になったのは、まあ僕が、まあ寝転んでいたことが原因である可能性が、高いと。まあ、それとあとは、まあ、ロッキーズというチームはまだ、ワールドシリーズの優勝がないっていうので、まあ、対戦チームを見たときに、どっかでやっぱり、僕も体を休める日や時間がどうしても必要なので、まあ、ルールは多分途中から変わってるような気がするんですよ。最初の方、ドジャースって、日本時間で明け方夜中の試合だったじゃないですか。その中地区や東地区のチームと試合をしましたから、時間軸的にだいぶ違うんですよ。で、まあそこで僕がこう眠れなかった、じゃあ僕は一体いつ寝たらいいんですかっていう話になってくるわけであって、まあじゃあこれね、まあこの間の試合はまあ個人的にはものすごく悔しい思いをされたと思うんですけども、その数年前の成績がまあ十何勝数敗っていう形で、大きく勝ち越している年が、2年ほどありましたと。ある程度その法の下に平等という考え方を取り入れると、まあ誰かの頭の中借りたりだとか、いろんな条件とか整って渡してもらったりだとか、まあそれでその選手が活躍できてるわけであって、自分もいつかお返しをしなければならないということなんですね。これはもうまあ何十年も前から言っています。で、だからまあある程度のところはもう仕方ないなぐらいで、まあ、
理解していただかなかったら、まあ、こちらとしても持ちこたえれないんですけども、そのテレビのね、日本の放送の仕方が、昔のその戦争のニュースだとか、昔の事件だとか、そういったものをずっと放送してるんですね。で、正直こう、誰かが何かあった時に、まあ、スポーツ関係に関しても、もうどこからどこまで本当なんだろうっていうのはちょっとあります。で、例えば、まあこれ、日本のバレーボール界の者たちに、動画で公開して言ってるんですけども、まあそこも僕は試合の勝ち負け取り組んでますから、ネーションズリーグっていうものを作って、まあ、世界中の、国家代表のチームでリーグを作って試合を行うっていうことをしてしまってるんですけども、NBA の残存問題を考えると、もう残り54年分まで来てですよ。僕は若い頃1998年ぐらいの69年分なんです。先々までずっと掘っていくことを想定して、もう限界値これぐらいですよっていうことをもう答え出てるんですよ。もう26年前から。で、それについて、もうネーションズリーグなんか解体しなさいと。海外の人たちとつながるから、その時間帯無理やり起こされてるんですよって。例えば今日だったら、僕夜中の3時ぐらいに1回起こされて、お手洗い行って、睡眠薬を服用して、もう1回寝なきゃならないっていう形になってしまってるんです。で、その時点でね、未来の人たちを怒らせてるんじゃないかと。現実の時間軸の人たちも分かってる人たちからしたら、本当にお前ら何しとんねんと。まあ、そういう話になってくるわけじゃないですか。そのネーションリーグをその無理やり夜中起こされたりしていて、選手自体も僕のテレビで見てる映像では選手自体が寝不足になってると。それ多分時間軸はつながりすぎていて、じゃあ対戦チームはどうなのかっていうところで見たら、寝不足になっていないと。これ何か変でしょう。だからそこをどう受け止めるかっていうところと、もしかしたらそのテレビに出てる選手が寝不足そうに見えたりするのは、僕は寝不足だからそれに合わせて映像加工されてる可能性もあるんですよ。だからもう現場見に行かなきゃわからない話が多すぎて、例えば、まあ他のスポーツもそうですけども、国家代表のチームの選手でね、対戦チームの選手を見たら、入れ墨の入ってる選手が見受けられたりとかするんですけども、それ多分、稼ぎの問題とかで、格闘技選手しながら、何かのスポーツの、国家代表選手とか、そういうふうな形で、まあ、食いつないでると言いましょうか。まあ、稼いでると言いましょうか。これ人口規模、日本って、まあ、3000万人台が濃厚なんですね。まあ、私の方でいろいろ調査して、計算したんですけども、もともと日本って朝鮮半島、要するに北朝鮮と韓国と台湾と満州国っていう中国の、北の方の一帯、北京の近くまでですね、併合していた時期があって、まあ、中国の領土に関しては完全に占領してしまってるんですけども、まあ、その辺に関しては私は中国の皆さんに昔は申し訳ございませんでしたと、まあ、いうような形で謝罪してるんですが、その辺りで人口1億人ぐらいだったんですよ。だもともとその日本の今の国境内で、それほど1億人っていう人間が住めるかっていうのはまず住めない。で、面積的に。で、これはかなりきつい冗談で、多分アメリカの方も人口1億人ぐらいです。で、中国3億人いたらすごい方ですね。国土面積見たら分かるんですよ。で、インドがいずれ中国の人口を追い越すとか、中国の人口の表記の仕方が、いろんな国と重複してる日本と同じようなパターン、今までヨーロッパもいろいろ国境変わってきたわけじゃないですか。だから人口重複してしまってるんですよ。だから日本の国土面積で見たときに、人口3000万人台ぐらいだったとしたら、まあ、フランスは、まあ、3000万人いたらすごい方、多分2000万人台。まあ、イギリスは2000万人台いたらすごい方。1000万人台ぐらい。
まあ、ノルウェーとかスウェーデンとかあの辺りとかも人数少ないでしょうし、ドイツも面積見ましたけども、そんなに大きくはないじゃないですか。だからまあ2000万人いたらすごい方なんじゃないですか。だから、スペインとかもポルトガルとかもそうですし、何がどうだったかって言ったら、地方交付税法とか、世界中法律大体同じじゃないですか。人数が多かったら行政がね、回ってくるお金が、中央から回ってくるお金が大きいと。だその辺のところで昔亡くなった人たちとか、行方不明になってる人たちの数までカウントしたりだとか、昔の人口統計だとか、だからこれね、後の世代が今の本当の国境内の人口を正しく表記して、貿易出入から何から何まで表記しなかったら、もう話むちゃくちゃなんですよ。学校で勉強すればするほど、わけがわからなくなるっていう答えにもなってくるんですよ。テレビの放送とインターネット上の情報と、世界国勢税っていう国連が発表してる情報まで、全部バラバラなんですよ。誰が本当のことわかるんですかっていうことになってくるんですけど、例えば日本の、国会議員の、まあ、最大与党があって、その次2番手の、まあ、野党があるわけじゃないですか。その野党の幹事長だった人が名前を変えてね、もうその時点で違法行為なんですけども、偽名でまあテレビ出てきて、まあいろいろコメントしたりしてるんですけども、テレビに向かっての受け答えで質問した時に、まあ、どんな件だったかは僕も忘れましたけども、私もわからないっていう返答だったんですよ。国の上層部の、国会議員の人たちでもわからないような内容をテレビでもいい加減に放送してしまってるから、社会もめちゃくちゃにしかならないんですよ。だから、ネーションズリーグっていうのも、カーネーションっていう言葉を、一文字取って、ネーションズリーグ。まあ、母の日のことを言ってるのか、私の母親はまあ2019年に亡くなってるんですけども、もう介護状態で、2017年ぐらいの頃に、淡井圭介と結婚話した人たち、もう自分でも皆さん結婚してくれたらいいですよと、テレビ出てる人たちって。まあ、そういうようなことを、お伝えしてたんですね。もうこれ無理だと。家から離れられないと。もうその時の虚脱感とか、精神的な苦しみっていうものは尋常ではないものであって、まだ僕は結婚してませんし、童貞ですし、で、今年47なんですね。阪神・淡路大震災で生き残った意味って一体何だったんだろうって、今までの努力は。で、世界中の人たち、もう日本のテレビの放送もそうなんですけども、報道がね、大谷翔平が活躍するのは、それはテレビ見てる人たちにとっては嬉しい放送であったりとかするわけなんでしょうけども、冒頭からね、スポーツの内容を放送するんですよ。その時点で、日本では大きな地震がこの間、1月1日に能登半島で大地震が発生してるんですよ。現地の人にも聞きに行ったんですよ。なんか話できすぎてるかなと思って、1月1日に地震が発生してるって。で、行って聞いたら、やっぱり1月1日だったんですね。わざわざ現地まで行っていろいろ撮影して。で、ぺしゃんこになってる建物とか、解体作業、全然まだ入ってないんですよ。5月に撮影しに行ったんですけども、地震が発生して5ヶ月経過してですよ。一応、行政が張り紙をつけていて、倒壊の危険のありそうな建物のところ、ここには近づかないでくださいみたいな、張り紙とか、ある程度は見受けられたんですけども、じゃあ、解体業者入ったらいいじゃないですか。余計な仕事が多すぎるんですよ。しなきゃならないことは他にたくさんあるのに。例えば、生ゴミの貯蔵庫を街中に、設置して、歩いて、捨てに行く。燃えるゴミと生ゴミは違いますよ。燃えるゴミの中に多分生ゴミを皆さん今、捨ててると思いますけど、もしかしたら国によって違うかもしれません。生ゴミ自体は野菜の皮とかだけだから、よっぽど食べ残しをするような変な食事の作り方をする人以外は、そんなに生ゴミって出てこないんですよ。
燃えるゴミと合わせて、私の場合、1月で、まあ、45リットルの、燃えるゴミの袋が、まあ、いっぱいになるかどうかなんですね。で、まあ、その生ゴミの貯蔵庫を作っておいて、そこで、メタンガスを、抽出装置をつけておいて、抽出して、で、そのメタンガスで、トラックとかを走らせると。まあ、都市ガスに向いてるかどうかはちょっとよくわからないんですけども、石油の揮発したものが天然ガスの約7割以上を占めます。これが世の中の現実であって、だからまあメジャーリーグの方にも、もう日本人全員帰ってきてほしいと。で、日本人だけじゃなくて、例えばキューバの人もそうですし、プエルトリコの人もそうですし、ベネズエラの人もそうですし、まあカナダはもう一球団として残っといてもらったらいいと思うんですけども、まあ国境は隣接してますから。で、まあ今やヨーロッパの方たちもメジャーリーガーの人がいると思うんですけども、その全員自分の母国に戻ってほしいんですね。で、日本はずっと過度な少子化が続いていて、まあ精神病院、入院施設付きのものができて、多分それは第二次世界大戦が終わってから出来上がったものだから、多分海外から入ってきたものだと思うんですね、西側諸国の。で、もしかしたら、ロシアとかもそうかもしれないんですけども、多分中国とかもそうだと思うんですけども、そのエネルギーの残存量問題が解決しないか何を考えていたかって言ったら、精神病院入院させてちょっとしたことで、で、精子の生産されなくなる薬とかを飲ませて人口を抑制していた。これは事実なんですよ。で、銀行と証券会社に嘘があるっていうことは、1920年に偽証罪っていうことでアメリカの議会で認められていて、フィナンシャルグループの傘下には銀行と証券会社とあと製薬会社が大体くっついてきてるんですよ。だから、で、銀が天下りとかして、各企業の役員とかになったりするでしょ。取締役とか代表取締役とか理事だとか。じゃあ、結局、黒人初の大統領、オバマさんが大統領になった意味って、じゃあ何だったのかと。もともとアメリカは、まあ、奴隷解放が勝利をして、南北戦争で。で、国がまとまったわけじゃないですか。だけども、その無茶苦茶な体制っていうのが、あと電波とか科学とかを通して、まあこの間そのピッチングでね、その、すごく嫌な思いされたと思うんですけども、制球力が乱れていて。で、もしかしたら僕のその、腹立たしい怒りとかがそちらと共有されてる可能性もあるんですね。で、もう僕の場合寝転んだだけで、この間はね、起こしに来る連中多数で。例えば、家の横の溝。そこに、もともと金属の板なんか昔はなかったんですよ、もともと。いつにか誰かが設置していて、そこを車が通過するときに踏みつけて、無理やり起こそうとする。そこにはスポーツの勝ち負けがあって、誰かがそこからのお金を得てるんですよ。テレビ出演者とかが。で、その大元は、メジャーリーグもそうなんですけど、日本もそうなんですけども、もともと国の税金投入でスタジアム出来上がってるんですよ。で、まあ、日本の場合は、まあ、鉄道会社も本当は、みんなの労働力とか、だから、要するに税金ですね。それで作られていて、その、鉄道会社の近くにスタジアムがあるっていう形式で、球団運営が民間がするようになったと。まあ、こういうことなんですけども、アメリカもまあ、同じような状況だと思います。で、サッカーに関しても、例えば建設したスタジアムを、自社でしっかりと買い取って土地建物。で、固定資産税払って、法人税率23.1%で払ってと。で、1週間に2試合だけじゃ、もう最初から返済なんかできないんですよ。何百億円もしますから。アメリカで言ったら何億ドルっていう形ですね。そんな金額、最初から返済できないんですよ。だからそれ分かっていたから、多分、まあ、今、メジャーリーガーの人たちの年齢は、まあ僕よりも、
大体10歳ぐらい若かったりするわけじゃないですか、ある程度年配の方でも。で、まあ昔の1980年代のワールドカップのアルゼンチンが優勝した時に、神の手ゴールって言って、完全にハンドなんですよ。ゴールエリア内で。で、それで手でボールを押し込んで、バレーボールのような形で。で、それで得点してアルゼンチンが優勝して、もうそれで終わってるんですね。審判も見えてると思いますよ、どう考えても。だからその頃から、そんな年齢になってまで、いつまでスポーツ選手してるんだと。だから、そういうのに参加する人たちが増えてしまうと、エネルギーの消耗っていうのはとてつもなく激しくなる。だから僕はオリンピック開催を言ってるのだって、もうそこ、商業原理で物事を進めるしかないと思うんですよ。だから野球に関しては、ある程度、残れるんですけども、自分の母国に全員帰ってもらったら、人数がガタッと減るわけじゃないですか。全員帰ったら。ベネズエラも、プエルトリコも、キューバも、日本も、まあ、韓国とか台湾の方も、まだ行かれてますかね。あと、ヨーロッパの方とか、もう、探し出したら、きりないぐらいたくさんいらっしゃるでしょう。全員自分の母国に戻って、自分の国内で試合をして、国家代表戦は4年に1回に、まあ、この間は3年に1回でしたっけ、ワールドベースボールクラシック。それを4年に1回に戻して、で、行うと。そうすることによって世界中飛び回る回数とかも減りますし、まあ、親善試合、野球だけじゃなくて、サッカーとか他のスポーツもそうなんですけども、すべてもうなし。エネルギーが余計に消費される。で、あと、その時間軸云々の話があるから、こう、無理やり起こされたりとかするのが結局つらい。まあ、今は電波はどこでも往来してるものであって。で、まあ、第二次世界大戦とか、その後の戦争とかがあったから、世界的に平均寿命が下がってるだけであって、多分、電波で無理やり起こされたりしなくて、しっかり睡眠得て、しっかり食事をして、しっかり運動をしていれば、多分、ほとんどの人は、80代半ばぐらいまでは、多分、みんな生きるものだと思います。まあ、運動とかおろそかになったりだとか、まあそういうふうな形で、まあそうなってるわけであって、だからまあ、まあ僕は河川の撮影に行っていて、まあ他にも蒲田発電とかいろんなものがあるんですけど、まあ倒木がどれぐらいあると、で、近隣の小中学校がこれ、歩いて1時間ぐらいのところにあると、だいぶ上の方からでも。じゃあ持って、運べますよねと。そこで車とか使って運搬したら意味なくなってくるじゃないですか。ガソリンとか使っちゃうから。ちゃんと体鍛えた人間が運搬して運ぶと。もちろんそれが筋力トレーニングになるわけですし。金属関係のバーベルとかとてつもなく厄介で、どうでもいいもの。地下からガソリンとか使用して金属を引っ張り上げてきたりとかすること自体がナンセンスであって、地上のそういう余計な体を鍛える金属関係の器具を回収して溶かしたらいいと。あと車の生産もガソリン車も電気自動車も、まあ、ガソリン車はもう半永久的に、停止。最低でも50年生産停止、ガソリン車。で、電気自動車も5年10年ぐらいは生産しなくていいですね。完全に停止で。っていうのはあり余ってるんですよ。本当の人口って世界人口で20億人ぐらいしかいないんですよ。20億人いるかどうかも怪しいんですよ。インドなんか1億人ぐらいですよ、人口。国土面積、中国と比べたら中国の方がだいぶ広いわけじゃないですか。で、まあ、ロシアとかの場合は、北の方で極寒の地域だから、それはそれでもともと人は少なかったっていうところで、普通に考えたらわかることなんですよね。で、車自体はもう15億台も生産してしまってるんですよ。で、ここ近年のデータでは、1年間で
トラック、バスも含めてですけども、8000万台も生産してしまってるんですよ。1年間でですよ、世界中で。どうしようもないんですよ。すぐに生産停止しても、車なんかあり余っていて、例えば日本でね、本当の人口は3000、何百万人ぐらいしかいないと。なのに、その辺りで日本の、国境の中で放置自動車、その辺に不法投棄して捨てられてる車が1万台ぐらいありそうなんですよ。どう見ても。ちょっと河川とかの撮影しに行ったら、すぐに不法投棄してる車が見つかるんですよ。ナンバープレートがなくなっていたりとか、サビサビになっていたりとか、車から苔生えてるんですよ。タイヤの空気もなくなっていたりとか。これぐらいこの世の中めちゃくちゃで、管理っていうところの部分でね、その金属とか畑とか耕作放棄地とかを管理するものであって、まあ恥ずかしい話ですけど、日本なんか農作物を他国の輸入に頼ってるわけじゃないですか。ちょっと撮影しに行ったら、いろんなところですぐに耕作放棄地が見つかるんですよ。で、畑の耕し方とかも、正直体鍛えた人だったらわかると思うんですけども、畑耕すトラクターとかって別にそんなに深く掘ってないでしょ。こう回ってるところがもうこれぐらいの大きさじゃないですか。あんまり深さいらないと思うんですよ、もともと。じゃあこうコアで、まあプロ野球選手とかの人たちとかだったら体鍛えてるか分かると思うんですけども、10メートルかける10メートルの畑を耕すぐらい1時間ぐらいあったら十分でしょう。簡単でしょ。じゃあまあ合間合間に呼吸整えて、まあ休憩入れたとしても、まあだいぶ余裕持ってみても1日で50メートルかける50メートルぐらい耕せそうでしょ。1日の仕事ですよ。あまり大したことないんですよ。もともと昔はね、トラクターとかなかって、こう、クワで畑を耕したわけですから、もともと昔の人たちが知ったことですから。で、他の時期はね、倒木とか、基本的に河川沿いを撮影してますから、まあ、結構湿っていたりする。だから、まあ、4月、5月、6月とか、まあ、ある程度の期間の間に、先にその蒲田発電を行う小中学校に、運んでおいて、天日干しをしておくと。で、水抜きをしておくと。で、まあ、燃えやすくすると。まあ、ちょっと1時間ぐらい歩いただけで、まあ、1000本ぐらい、倒木はあるなと。その河川沿い、両サイド、まあ100メートルぐらいの範囲でですよ。で、まあ、木もある程度育っていきますから、あと、まあ、一応立ってはいますけども、枯れてる木もたくさんありますし、ああ、もうこれ、追いつこうとないなと、蒲田発電、冬場行って、まあ、冬限定ですよ。暖を得ながら発電するっていう形で、あと電気の使用量は冬の方が多いですから。冬とか夏の方が。で、あと工場を世界中で止めてしまったら、昼間の使用される電力っていうのが極端に減るんですよ。何割も。全体の。河川水門回式ダム発電とか、蒲田発電とか、あと他の自然再生可能エネルギーとかで、電力に関してはだいぶなんとかなると。で、ほとんどのところ、電車バスとこで行けるんですよ。で、もともと町って発展するとき、電車の駅の近くがほとんどのところ発展してるんですよ。本数増やしゃいいんですよ。で、世界中でその精神を生産されなくなる薬とかで、ちょっとしたことで入院とかさせたり、警察官が連れて行かなかったら、もう家族とかは連れて行ったりしてしまってるんですね。で、そうすることによって、僕の家庭で起きた現象だけじゃなくて、他の人たち、入院してる人たちの話を聞いていたら、むしろこの人たちの方が被害者でしょっていうような内容で簡単に入院させている。
でそこにはその医療業界の医者があのダーティーなことをして金稼ぎをしたかった。まあ、あのコロナウイルスに関しては人間が作った生物兵器ですから、だからその辺に関してもしっかりとあのどこの誰が作って、でその者たちはどのような組織に所属してもいた者なのか。たちなのかと。これ日本のオウム真理教の、まあ、関係の、宗教関係の人間が作った可能性もあるんですよね。まあ、私の方でそのオウム真理教の連中に関しては死刑執行の判決はもう二十歳ぐらいの頃から求めていたことであって、で法務大臣がなかなか判を押さなかったから、これは世間に対して示しがつかないっていうことで法務大臣の判迫って、で死刑執行が行われてるんですね。でまあその執行官の人たちでその絞首刑、まあ、首を吊って死ぬわけですけど、その台をパカッて開くところなんですけども、ボタンが3つとレバー、引くレバーが1つあるらしいんですよ。でその各ボタンに1人ずつと、あとレバー引く人間で分けて、それを行うらしいんですけども、その人たちもそのボタン押すに押さね、押せなかったりだとか、レバー、まあ他の死刑囚の人とかで、その死刑執行の法務大臣の判まで進んだ人、死刑囚がね、今までありがとうございましたとか、こう反省の弁をね、述べてきたときに、もう、手が震えてボタンが押せなくなったり、レバーが引けなかったり、執行官の人たちが。それがこの世の中の現実だったりするわけであって、まず医療業界をそもそもインフルエンザとかもともと作ってたんだから、これは日本のテレビでも全国放送で何回かしています。人間の体に抗体ができるからだとか、もう嘘800です。最初から作らなかったり、そういう菌を。医療機関が金稼ぎしたかったんですよ。だからドイツのヒトラー顔負けのようなことを、世界中で入院する精神病院の施設が作られているところの本質は、人減らしが目的だったんですよね。そのエネルギーの残存量問題の解決を根本的に取り組まなくて、急激に極端に人口を減らしていったと。だから日本で言うと、僕が調べたところでは、精神病院の数が兵庫県だけで28ほどあって、入院施設付きの。で、じゃあ日本全国で見ると、病院のそのベッドの数が5万床ほどあると。まあ大体ですけどね。5万床あったとして、もうどこの精神病院も稼働率かなり高いんですよ。で、その精子の生産されなくなる薬とかを一時的に飲まされた人たちから奇形児が生まれてきてる可能性があって、まあこの辺りの近くに精神病院、入院施設付きのところが何箇所かあるんですけども、その近くにね、その障害者の人たちを、まあ閉じ込めておくというか、まあたまに外に散歩に連れ出したりとかしてるんですけども、それも医療業界が稼いでるわけじゃないですか。みんなの税金使って。これがこの世の中の実態であって、多分アメリカも同じだと思うんですね。まあスポーツ業界から少し離れたことを今私は説明しますけども、みんなでこれを変えるしかない。で、日本では一応、私が小学生か中学生ぐらいの頃に、暴力団山口組ということで、その日本の昔の三大財閥っていうのが、三井グループと住友グループと、三菱グループって呼ばれてるんですけども、このうちの三井グループ、要するにフィナンシャルグループですね、そこの傘下の、田岡製薬所っていうところが、兵庫県の姫路市、世界遺産のお城、姫路城のある姫路市のもう少し西の方に行ったところにある播磨っていう地域にあったんですね。で、その頃は田岡製薬所っていう名前で、家は神戸市の、灘区か東灘区にあって、めちゃくちゃ大きな家に住んでいましたと。
してるお金稼ぎの仕方もめちゃくちゃなんですけども、だから人体にものすごく危害を加えるような薬を生産して警察と組んでっていうような形になってしまってる。で、そこ の大企業の役員は、元議員だとか、そこから議員になった人間だとか、それを国連レベルで行ってしまってる。なんか世界中でとんでもない少子化が起きている。これが現実であって、で、まあそういう精神病院、入院施設付きのものとか、そういう精神を生産されなくなる薬なんか、我々の国は作らないですよっていう国の人たちは正常であって、根本的な解決はガソリン車の生産を停止したり、万博とか余計なものをしなかったり、オリンピックを解体して、もともと100メートル何秒で走ろうは、あんまり世の中に対して何の貢献もしてないんですよ。あんたそんなことでお金稼ぎしてたのって。あなたの、その練習費用とかで費やされてたお金とかエネルギーって考えてみたことありますかって。人材派遣会社の人たちがね、派遣切りにあって仕事なくなったりとかして、で法律通りのお金の支払いとかはされてなくて、あなたたち なぜそんなことでお金稼ぎできるのって。オリンピックの関する種目のところに関してある程度プロ化して、でそれ採算性合わないんだったらやめてくださいよっていうことなんですよ。はっきり言ってサッカー界終わりです。スタジアムの建設費用何百億円しますから。アメリカで言うと何億ドル。1週間に2試合じゃどうしようもないじゃないですか。で、実際に人口が間違えてるから、だから有料番組の加入者数だってあんまり大した数いかないんですよ、世帯数。で、企業からの、例えば最低賃金に関するところで、まあ日本である程度最低賃金が上がっていったりしてるんですけども、それについて中小企業に関して、まあ、助成金で、600万円だとか、それとは別に雇用助成金とかあると思うんですけども、それはあくまでもその助成金は最低賃金を上げるための助成金であって、こんなにむちゃくちゃな世の中作ってたら、お金持ちの人ほど悪いことを敷いたっていうことに絶対になるんですよ。昔からよく言ってたじゃないですか。大きな家に住んでる人、高級車に乗ってる人が悪い人って。そういう話やってるんですよ。整合性。どう考えても。でこれぐらいはっきりと世の中の本当のことをしっかりと言える人間が多数いなかったら世の中の正常化なんか無理で、原油の残りの残存量が、54年分になってるのが2022年なんですね。それでも何の改革もないでしょう。だから西地区は西地区で6球団、西地区のチーム同士を複数合併して、で、中地区は中地区で6球団、東地区は東地区で6球団、で、南から北に向かって遠征、だんだん北上していって、夏場の頃は、まあ、北の方で試合をしていて、で、また南下して戻ってくると。まあ、それでプレーオフ、まあ、最終的にワールドシリーズ。というような形ですね。なあ、本当の人口を考えたら、それぐらいの数で、他にもスポーツがあるわけですし。だから日本のサッカー界に関しては、J リーグっていうものがあって、20チームもあるんですよ。で、それを2リーグの12球団に変えて、南から北に向かっての巡業で、試合数を結局まあ J2 のチームとかも合併して、で、まあ1チームあたり、まあ別に40人ぐらいいてもいいと思うんです。で、南から北に向かって巡業で1週間に4試合しておいて、もともと住んでた地域の人たちはそのままそこに残っておいたらいいと。巡業していった地域のところの人たちで、あと、どうしても、一緒にこう巡業して回っていきたいだとか、ある程度そういうふうな形にしなかったら、これ日本の J リーグの人、 J リーガーだった人がそうなんですけども、結局独身だったと。でその実態は活躍をしていて日本代表選手とかにもなってたんですよ。で
チームとしての、クラブチームとしての、そのアジア大会だとか、そこで優勝した優勝者で、次あの世界中の各地域の、優勝したクラブチームとの、どこのクラブチームが世界ナンバーワンなのかを決める大会だとか、あと日本代表戦でも呼ばれる国内 の、 あの自分の所属している、サッカーチームの試合もあるで、世界中と日本中を飛び回るわけですね。そしたら結婚する間なんかなくなってしまうんですよ。だからスポーツの数とか仕組みとかに無理が最初からありすぎて、で、してること自体が極端なエネルギーの消費であって、意味のないことばっかりしてるんですよね。全く意味がないかって言ったら、それはお客さんは楽しんだり喜んだりしてますよ。それは僕も野球もサッカーも好きですけども、だけども、人口規模を考えたときに、この数は無理があると。あと、してることを考えたら、やっぱり南から北に向かっても巡業でしょって。で、それによって多くのエネルギーが節約されるわけであって、で、自分の、まあ、日本では各都道府県って言うんですけども、まあ、そういう自分たちが住んでる地域のところに来たら、あの、その時に見に行く。で、スタジアムは絶対無料招待はなしにする。そうすることによって、その地域に来た時だけしか見に行くチャンスはないわけだから、まあ、ある程度お客さんが来てくれる収益性がある程度っていう形に変えなかったら、これはこれで、下の方の世代の人たちがね、とんでもない少子化が続いてますから、これはもうどうしようもなくなると。これは世界中で起きてることであって、だからまあ万博とか余計なものをまずなくすことですね。だから生産とかも停止して、自動車の完全にガソリン車はもう永久的に停止でいいと思います。で、早くしなきゃならないのはメタンガスの抽出場だったり、かまど発電だったり、あと河川水門開閉式ダム発電の設置とかで、まあ、それによってどうなるか、オール電化とかをかなり進めれば、消費されるガスの量を減らせたりだとか、多くの電力をそれらで賄うことによって、であとはまあ節約の部分ですね。オリンピック変えたりだとか、余計な、まあバレーボールでいうとネーションズリーグっていうのを解体して、あれができたのも僕の母親が亡くなる少し前なんですよ。だからそれぐらいの頃に、だから皮肉込みでカーネーションズリーグ、僕なんかは無理やりスポーツの勝ち負けに関わらされてる状態で、自分から言ってもそこは抜け出すことができない。人の見方によっては、僕は寝転んでることによって、まあこの間のドジャースのピッチャーの人が請求を乱して悔しい思いをしてると、じゃあまるで僕は妨害してるように見えるわけじゃないですか。いやいや、ちょっと待ってくださいよ、こちらからしたら頭なんか貸したりとか今までいろいろありましたよって。例えば翔平もそうですし、それはもうちょっとやそっとのしんどさじゃないですね。だから栄養が行き渡らなくて、爪の形が、まあ僕の動画で公開しますけども、去年なんかはいびつな形になっていたりだとか、肌の色も悪いですし、栄養不足、食べてどうにかこうにかできる範囲を超えてますからね。睡眠時間は根本的に少なすぎて、だから去年の年末の方とかで、まあ野球もサッカーも試合がないと、それは海外も含めて、じゃあどうだったかって言ったら、睡眠時間、睡眠薬なしでも睡眠時間1日7時間ぐらい寝たりしてたんですよ、年末の方。だから世界中みんな飛び回って人口を嘘ついて一体何してんのと。そんなことしたってもともとの人口いないんだから、全てが全て活躍したところでお客さん来るわけないんですよ、そもそもで言いますと。だから6球団6球団6球団で西地区中地区東地区で分けた方が無難なんですよ。もはや今は無難っていう言い方の方が適正。海外の放映権料はどうだとか、そういうふうな話がありますけども、結局プラスマイナスゼロだと思うんですね。これは本当に。
まあ、例えば日本の J リーグでヴィッセル神戸っていう僕の地元のチームがあるんですけども、まあ、デビキュー経由でね、楽天のオーナーの三木谷さんを通して、ヨーロッパのイニエスタっていうサッカー界ではかなり名前の通ってる選手を連れてきてもらったんですよ。で、それによって、放映権料込みで年間のその売り上げが100億円を突破したことがあったんですよ。で、ただし、その契約金なのか、毎年の支払いなのか、35億かかってるんですよ。で、プラスマイナス一体何だったんですかって、ややこしい話で、エネルギーの残存量問題を軸にして考えたら、各自分の国でしておきなさいでいいんですよ。で、さらにそこをもっと突き詰めていって、いろんなことを、力仕事を、重機とか、まあ、畑でいうとトラクターとか、ああいったものを使わない、クワでは畑を耕す、倒木を、持って担いで、学校まで運ぶ、で、学校でかまど発電を行う、エネルギーの貴重さっていうのを、子供の頃から教育しておく、みんな電車バス徒歩でほとんど移動できるんだから、運転免許証なんかいりませんよと。で、それは人によるんですけども、その、車をまず絶対買わないことだとか。凄まじい勢いで少子化が続いてますから、電車の昼間のガラガラさはアメリカも同じでしょう。とんでもない極端な人口密集地帯のニューヨークとか行かなかったら、それでも昼間地下鉄とかってそこそこ座れたりするんじゃないですか。で、それまだ本数増やそうと思ったら増やせると思うんですよ。全員車降りても十人分に生活できるんで、実はもうビルは作らなくていい。エレベーターを例えば、30階建てぐらいで、エレベーターが6基ぐらいついていて、いろんな会社関係が入っていて、しょっちゅうエレベーターが上下するようなところは年間電気代だけで1億円ぐらいかかったりします。で、それだけ大量のエネルギーが消費されてるんですよ。エレベーターのない建物を作らなきゃならないんですよ。で、それ少子化が続いてるから簡単にできることであって、あと解体するときも大変ですよ。大きなビルは。運搬もしなきゃならないですから、解体した後、砕いて、そこから金属取り出して。木造の建築の建物は2階建てぐらいで、で、家と家の間ある程度空けておいたらよかったと。まあそういうことになるんですよ。まあアメリカだったら国土面積広いですから、まあ十二分に、まあできることですし。まあ日本は耕作放棄地多いのが恥ずかしいところですね。海外から。まあ昔のその朝鮮半島と台湾と満州国を併合していた範囲の貿易輸出なのか何なのかわからないんですよ。その世界国税税をどう捉えたらいいのか。で、はっきり分かることは、小麦の輸入量が、10年前ぐらいの頃は400何十万トンだったのが、今は500何十万トン。それは、経済的な理由とかで、まあそうなってるのであって。まあ自分の国で耕して、遠いところはね、ウクライナから小麦送ってもらったりしてたみたいなんですよ。で、これ、船の運搬なのか、最悪、空輸の可能性もあると。腐ったりするわけですから。だからそこは余分なことであって、自分の国で畑耕して、農作物を育てたりだとか、まあ、まだアメリカの方たちとかから、まあ、オーストラリアの方たちから、牛肉とか、買わせていただいてますけども、自分の国で大体のことをしてればよかったっていう話であって、だからその辺のところで、先進文明ってどういう文明なのかっていうのは、科学が発展した先進文明じゃないんですよ。しっかりとエネルギーの節約ができていたら先進文明なんですよ。何が原因かって言ったら、NISA っていう非課税、今日本では非課税になってしまってるんですけども、その上限額は270万円まで引き上げられて、昔は上限額は百何十万ぐらいで、
その5年後には、税金徴収しますよっていう形だったんですが、NISA の前の言葉は ISA で ISA なんですよ。留学しても ISA っていう話。国のお金使って自分たちで海外旅行して ISA っていう考え方が留学生。留学生なんかいらない。大きな、いろんな、自分の近隣の国とか、国連とか、そういうシステムとか、大使館があるわけであって、今時留学生なんかいらないんですよ。ほとんどの国はエネルギーの残存問題にどう対処してるかであって、だからガソリン車の生産を停止したりだとか、工場のその生産ラインとかをね、改修したりだとか、余計なロボットとか、あったらエネルギー使っちゃいますから。地中から掘り出して金属を、取り出そうとするよりもよっぽど効率いいわけじゃないですか。だからそういうことがしっかりできている国が先進文明国なんですよ。まあけども、全然、まあ僕としても今日すごく眠たいんですけども、こういうふうに何か伝えながら喋っておくことによって、なんとか、まあ、持たせてるっていう状態です。まだ、今も音鳴らしたでしょ。ガシャンガシャンって。ヘッドホンつけて聞いてもらったらわかります。ちょっと巻き戻してもらって。あれやられて、無理やり起こそうとされる。車が、こういうふうに、こう、対向車が来たとしても、横幅、1メートルか1.5メートルぐらいありますから、別に踏まなくても大丈夫なんですよ。で、誰かが金属板を置いて、無理やり音鳴らして、無理やり起こそうとしてくる。で、以前、バリー・ボンズさんが本塁、メジャーの記録73本を打ち立ててると思うんですけども、